はいどうもこんにちは。今回はフィッシャーインドール合成について紹介していきます。有名なフィッシャーエステルカと同じ人ですね。この人はエミール・フィッシャーさんって言うんですけど、この人はフィッシャー投影式とかにも名前を残す通り、現代の有機化学につながるいろんな反応とかを発見した人です。この反応はフェニルヒドラジンとカルボニル化合物からインドールと呼ばれる二貫式の方向属化合物を合成する反応です。一番簡単な反応はこんな感じで、アセトアルデヒドとフェニルヒドラジンからインドールができるっていう反応ですね。 ここからわかる通り、このカルボニル化合物の方はアルファ水素を持っている必要があります。アルファ水素がないと、ここの部分に二重結合と、ここの結合っていうのが作れないですよね。この反応は一部シグマトロピー転移のステップが入っています。そのあたりは反応機構のところでも解説します。では実際に反応機構を見ていきましょう。さっきはアセトアルデヒドでしたけども、別にここのアルファ水素さえあればケトンでも大丈夫です。結果から見ると、一本がベンゼン管と結合して、一本は二重結合になっているので、アルファ水素が二つないとダメだよっていうことですね。 まず、ここのカルボニルがプロトンを孵化して、そこにフェニルヒドラジンの窒素が攻撃します。これで、ここに新しい結合ができましたね。そしたら、ここの OH と窒素状のプロトンが脱水して、このようにイミンになります。そしたら、ここのイミンの部分がケトエノール的な五変異性を起こします。これはイミンエナミン五変異性と言います。その結果、こんな風に、ここが二重結合になって、ここにプロトンが孵化して、エナミンという構造になりました。塩とアミンということですね。 そしたら、ここのベンゼン管の向きっていうのがこういう風に変わって、ここに6ン管繊維状態ができます。そしたら、ここのベンゼン管の二重結合と、ここのエナミンの部分っていうのが、33シグマトロピー転移を起こします。つまり、この反応はベンゼン管の二重結合が必要なので、ただヒドラジンとか、ここの構造だったらヒドラゾンって言うんですけども、そんな構造を持っていれば、ここの5ン管のピロールができるよっていう反応ではないんですよね。ベンゼン管がついているフェニルヒドラジンからインドールを合成するような場合じゃないと成立しないよということになります。 シグマトロピーテインについては別の動画でも解説しているので、ここの部分をより深く学びたい方は動画の概要欄から飛んでぜひ見てみてください。で、この結果、ここの部分が方向属性を失いますから、また方向感に戻る力が働くんですけど、その時にここのイミンの構造がこっち側のイミンに対して攻撃して、このように誤印感ができます。で、あとはここの部分もさらに方向感になるようにプロトンが外れてアンモニアが外れれば、このようにインドールになってこの反応は終了です。 こことここの二重結合と、ここの窒素の部分のロンペアで、ここも方向属性を持っています。この構造の向きをもうちょっと横向きになるように置き直せば、こういう風になります。窒素の隣が R2 なので、こっち側も窒素の隣が R2 になっているので、これとこれは同じ構造です。ちなみにこの出発物であるフェニルヒドラジンはアニリンから合成することができます。これだけだと途中で何が起こっているのか分かりにくいと思うので、ここだけ広げてみますけど、このようにアニリンからフェニルヒドラジンを作る過程で、一旦ジアゾニウム塩の過程を経ます。 この NANO2 と HCl っていうのはジアゾ化の主役なので覚えておいてください。まずアニリンをアショウ酸ナトリウムでジアゾ化して、それをアリウ酸水素なので還元すれば合成できます。このジアゾ化の過程の反応機構はザンドマイヤー反応という動画でも解説していますので、ぜひそちらを見てください。 今回の反応はフィッシャーさんの名前がついている反応の中でもフィッシャーエステル合成に次いで有名な反応だと思うんですけどシグマトロピー転移のステップとかちゃんと反応機構を考えるとなかなか奥が深いのでぜひ自分で一度書いてやってみてください最後に告知ですこの新有機科学チャンネルの中で紹介した反応を検索することができるアプリっていうのをこの度リリースすることになりました非常に便利なアプリになっていますので興味がある方はこちらの QR コードもしくは概要欄の URL から飛んでぜひダウンロードしてみてくださいアップストアの方でも直接新反応機構と調べてもらえれば出てきます まだ iPhone 版しかないんですけども、Android 版は絶賛開発中なので、Android の方はしばしお待ちください。今回の動画が役に立ったという方は、チャンネル登録と高評価をぜひよろしくお願いします。ご指摘リクエスト等ありましたら、コメント欄にどしどし書いてください。アプリを使っていただいた方は、App Store の評価とレビューを書いていただけると励みになります。皆様のお勉強の役に立てれば嬉しいです。それでは、バイバイ。